TV オンザレディオはアメリカブルックリンのインディーロックバンド。リードボーカルのトゥンデアデビンペとマルチプレイヤーでプロデュースも担当するデビットシーテックを中心に活動している。ライブで演奏するキップマロー2001年ニューヨークブルックリンにて結成。2002年自主制作のデモコンピレーションアルバム OK カルキュレーターをリリース。2004年ファーストアルバム デスパレートユース・ブラッド・サースティ・ベイビーズを発売。2006年、2作目のアルバム、リターン・トゥ・クッキー・マウンテンを発表。アルバムには、デビット・ボーイ、ブロンド・レッド・ヘッドヤ、ヤー・ヤー・ヤーズなどが参加。スピン氏では、アーティスト・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。2008年、3作目のアルバム、ディア・サイエンスをリリース。ローリング・ストーン氏、スピン氏で年間ベストアルバムの栄誉に輝いた。 2011年4月20日、ベースとキーボードを担当するジェラード・スミスが、肺がんのため34歳で死去した。4作目のアルバム、ナイン・タイプ・オブ・ライトの発売から1週間後の出来事だった。2014年11月18日、5作目のアルバム、シーズを発表。2015年6月には9年ぶりとなる来日公演が予定されていたが、初犯の事情で、 キャンセルとなったアルバムありがとうございます。